県政フラッシュの時間です。夜間中学校などで学ぶ生徒たちの作品展が川西町の川西文化会館で開かれ、丁寧に描かれた川柳や絵が並びました。これは県内の夜間中学校や識字学級に通う生徒の作品を展示するもので、県教育委員会と県人権教育推進協議会の主催です。幼少期にさまざまな事情で学校に通うことができず、文字の読み書きを学ぶ機会がなかった人が、夜間中学校などで習得したひらがなや漢字を使って川柳や詩に思いをしたためました。その他にも生徒の声をまとめた映像も上映され、文字がわかるようになり孫に絵本の読み聞かせができたという喜びの声や、運転免許の取得に挑んだ女性の声が聞かれました。県教育委員会などでは今後も識字活動の発展と充実を目指すとしています。桜井市にあるナフィック奈良食と農の魅力創造国際大学校で20日オープンキャンパスが行われました。ナフィックには食と農について学ぶ2つの学科があり、この日オープンキャンパスが行われたフードクリエイティブ学科では、高い調理技術から農業や経営に関する知識までを身につけます。参加者はまず農業実習で学生たちが育てたアスカルビーの試食のほか、野菜の収穫などを体験しました。また調理実習の体験では、冷凍した牛フィレ肉をうまく調理するコツなどが指導されました。解凍するには低温でゆっくり解凍し、また焼くときにはなるべく動かさないようにすると良いと言います。実際の授業に近い内容で行われたオープンキャンパス、ナフィックでは高い目標を持った人に受験してほしいとしています。ではお知らせです。県職員の仕事について働き方ややりがいなどを知ってもらうためのオンライン業務説明会を実施します。説明会では毎回テーマに沿って県職員がゲストスピーカーとして説明に当たります。テーマに関して質問することなども可能です。第1回のテーマは公務員技術職の話を聞こうです。開催日は1月13日と14日で、県庁の土木、建築、設備などご覧の分野の業務について興味・関心のある方が対象です。現在参加申し込みを受付中で、締め切りは1月5日の正午の予定です。スマートフォンなどインターネットによる電子申請でお申し込みください。スマートフォンからの申し込みも可能です。詳しい情報は県人事委員会事務局のホームページに掲載します。県職員を目指す方はもちろん、これから就職先を考えている方も気軽に参加してください。新型コロナウイルスの影響で芸術文化活動の発表や鑑賞の機会をなくした人に向けたイベントが開催されます。ジャパンライブエールプロジェクトは、コロナ禍においても実施可能な芸術文化活動に取り組み、地域の芸術文化の振興を図ろうとするものです。奈良県ではパフォーマンスステージと題した催しを令和3年2月13日に桜井市民会館、20日にイカルガホールで開きます。13日はピアノや忍笛など、20日はブレイクダンス、よさこい踊りなどが披露されます。詳しいステージ内容はご覧の通りです。入場は無料ですが、事前の申し込みが必要です。ファックスまたは E メール、はがきにてお申し込みください。締め切りは令和3年1月15日必着です。詳しくはご覧の事務局までお問い合わせください。以上、県政フラッシュをお伝えしました。